セルジオ、目線だけ脱アジア、もう夢から覚めたかな？目を覚まそうよ。完全な力負けだね。ベンチワークでも後手に回った。何一つ勝るものはなかった。これまで10連勝とか、欧州強豪に勝ったとか、甘い夢を見てきたね。脱アジア。目線だけ世界に向かっていた。もう夢から覚めたかな？目を覚まそうよ。世界を夢見るのは、アジアを制してからでも遅くない。全くのその通り、ごもっともです。言い方はロタ。今セルジオの正論入らない。親善試合で連勝続けて浮かれてユーロに参加させろとか言ってたよな。マジで恥でしかない。アジア8強で敗れたウェイランに圧倒的な実力差見せられての敗戦だからな。とんだ親善試合番長だったな。本番なると毎試合失点してるし何がワールドカップ優勝だよ。別にええやろ、アジアで優勝しても意味ねえわ。日本って格上に前線して格下にコロッと負けるから、あんまりポット上げん方がええかもな。ほらりだろう認めるわー。